オステローデアムハルツ中心部、コルンマルクトの街並み、オステローデアムハルツは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州ゲッティンゲン軍に属す市である。オーバーハルツ南西端に位置し、中期模都市に分類される。2016年11月1日に、ゲッティンゲン軍と合併する以前は、オステローデアムハルツ軍の軍長所在地であった。オステローデアムハルツ市は、 ハルツ山地とその先山にあたる丘陵地との間を北西から南東に伸びる谷に位置している。ペータースヒュッテ地区やカッツェンシュタイン地区付近は急峻な斜面で石膏の山頂部が露出している。市の南東部は湿地であり、天然あるいは人工の池が数多く存在する。市内をゼーゼ川が流れている。市から約5キロメートルの場所にゼーゼとあるゼ駅があり、 水をせき止めている。ゼーゼタール関は1931年に完成し、25.5立方メートルの水を貯蔵できる。ハルツ浄水を通って、水は、ブレーメンにまで供給される。オステローデで、アーペンケ川がゼーゼ川に交流する。オステローデアムハルツ市は、以下の地区から構成される。人口は2012年7月1日現在の、値である。デュナ領主館市は、 古くからの定住地域に位置している。発掘調査では、ピピンスブルクで土塁によって守られたラテーヌ時代の定住地跡が発見された。デューナ近郊でデューナ漁師館跡が見つかっている。この屋敷は、3から4世紀から13から14世紀まで、銃弾を挟みながら、約1000年もの間ここに存在していた。オステローで集落がいつ建設されたかは不明である。 地名のマイナスローでは、中世初期から中世世紀の開墾時代に創設されたことを意味している。この地名は、開拓地の東にある場所あるいは、開拓地の東部分と解釈されるが、西にあった集落がどこであったのかが問題となる。これとは別に時折議論に上る、ゲルマンの神オストラとの関係は、一般的には否定されている。 オステローデの最初の文献記録は異なる解釈がなされている。エアフルトのペータース修道院の年代記には1152年に裕福な村オステロースがハインリヒシコート、辺境白、アルブレヒトクマコートのフェーデによって破壊されたという記述がある。他の記述は皇帝、ロタールの1136年10月7日の文書で、 言及されているという主張がなされているが、この文書は12世紀末に作成された偽造文書である。また、別の人物は最初の文献証拠で記載されているのはオステローデ・アムファルシュタインであると主張する。旧市街の北側の安部に位置するオステローダー城は、おそらくこの市場集落と古いハルツ街道を守るために建設された。1234年に、 初めて死壁に関する記述が現れ、1238年には、三次会、市民、新市街について記録されており、1261年には、市の印象が使われた。オットー陽道校は、名称不明のいくつかの法令の中で、住民を、ブラウンシュバイクの租税から解放すること、ゴスラーからのビール輸入禁止を解除すること、税の徴収を停止することを認めた。 皇帝の町、ゴスラーノ都市法は、1293年に、やっと市場長となることを認めた。また、他の日付のない書簡で、公は、オステローデの新主街を新たに建設する計画を、知らせている。現在の町の様子に明らかに計画都市としての名残を留めており、独自の市場を有していた。特に近隣の荒廃した、ベジンゲン村やモトリンゲローデ村の住民たちが、 ノイシュタットに定住した。これが、ノイシュタット住民が、廃村の工作地経営に高い割合で参加している、理由である。オステローデのもっと近くに、中世の廃村、ガイルスハーゲンがある。市の防衛施設が設けられていた建物のない土地が、現在も、旧市街と新市街の昔の境界を示している。南東の市壁のラインは取り除かれ、1230年頃から、 聖夜交尾教団が設けられた。1289年のベルフ家の分割により、オステローでは、ブラウン・シュバイク・グルベンハーゲン家の所領となった。この状態は1598年に同家が断絶するまで続いた。こは、旧、オステローで城に住んだが、この城は16世紀に放棄された。エルンスト3世は1561年に閉鎖された。 聖夜交帯修道院を上官に改築した。本市は、半座同盟にも加盟する重要な公益都市であった。その豊かさは、周辺で営まれていた鉱石の採掘や製鉄業によっても支えられていた。1420年に、かつての修道院学校は、私立のラテン語学校として引き継がれた。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた17世紀。 中頃のオステローで1545年の火災、30年戦争や、その後の7年戦争による破壊、1625年から1627年のペストの流行、繰り返されるゼーゼ川の氾濫がこの町の体調を招いた。しかしオステローでは19世紀になるまでに食府と商業の交易地に発展していった。1807年から1813年まで、 この町は、ハルツ県に属した。1867年から1885年までは、アムト・オステローデが形成され、アムト・ギーボルデンハウゼン、アムト・ヘルツベルク、オステローデ氏、デューダー・シュタット氏、ヘルツベルク氏と共に、オステローデ軍が組織された。この軍は、シュトイアー・クライスとも呼ばれた。軍長によって運営されていたが、軍には、何の権限も与えられておらず。 並立する剣道士の争いに常にさらされていた。アムトや町の統合はプロイセンの行政改革によるものであった。それは併合したハノーファー王国をプロイセン王国の州とするための施策であり、特に税制と軍事を目的として行われた。1907年のバーンホーフ通り19世紀末にコットン工場や食婦工場ができ、 1928年から1932年に洪水防止のためのゼゼタールゼキの建設が行われた。第二次世界大戦でのオステローでは、いくつかの戦争水工場重要な軍事工場の所在地であり、その生産の大部分は強制労働によって行われていた。1944年から暗号名、ダイハスフォーという名称の下で燃料や 潤滑剤の原料を製造する石炭液化工場がオステローで近郊の石膏採掘場に設けられた。ここで強制労働に従事する者の,のために税税川のあぜにミッテルドーラ強制収容所の外部分所が建設された。また機械工場、クルトヘーバーで 平均300人に強制労働を行わせるためのブルヘンバルト強制収容所の文書指令部が1944年秋に設けられた。この収容者が1944年10月にミッテルドーラ強制収容所に振り分けられた。第二次世界大戦中オステローデの刑務所には合計約1000人が収監された。後にジグベルトイコールカッセルという商標を用いる。 オステローデ工学工場には労働局の命令によって200人の強制労働者が収容された。さらにオステローデでは以下の企業に強制労働者が収容された。1945年3月27日に文書司令部が解体された。1945年4月初め、オステローデ近郊でアメリカ軍と防衛軍との小規模な戦闘があった。 連合軍の行軍を遅らせるためにゼーゼ々川の橋を爆破する命令が下された。ヨハニス門橋の爆破によって町は甚大な被害を受け周辺の何棟かの建物は破壊された。ただし旧市街中心部は現在も残されている。1945年以後新たな工業分野がこの町に根付いた。国家社会主義時代に軍需産業に関わった工業系企業は 戦後の生産増大によって救われた。奇跡的経済復興の初期には、建築家、ハンス・イエッケルや、ビルヘルム・ビートフェルトのプランに基づき1954年から1956年に、当時の病院が建設された。また、1961年から1982年には、イエッケルの設計による、軍立職業学校が建設された。 1971年2月1日に、フライハイト、カッツェンシュタイン、ラスフェルデ、ベータースヒュッテ、シュビーガースハウゼンガが合併した。1972年7月1日にドルステ、フェルステ、レルバッハ、マルケ、ニンシュテッドアムハルツ、リーフェンスベークカムシュラッケン、それにヘルデンの一部である人口約100人強の部分がこの町に合併した。 1961年と1970年の人口は、それぞれの人口調査結果による。数値は、後に合併した地域の人口を含む。聖エギリーン教会占領者聖ヨハネ教会、オステローでは、福音主義イコールルターハハノーファー地方教会の、ハルツァーラント教会クライスの本部所在地である。市の中心部に、聖エギリーンマルクト教会、アムシュロスナヤコビ教会、 市北部に十字架教会、マリエン・フォアシュタットにマリエン教会、市南部に全期羊会教会がある。オステローデはまた、カトリックのヒルデスハイム市教区ネルテン・オステローデ、主席司祭区に属す、洗礼者聖ヨハネ教区教会の本部所在地でもある。オステローデでは、1902年から1904年に建設されたヨハニス・フォアシュタットの洗礼者、 西ヨハネ教会とバーデンハウゼンのカトリック教会がこの教区教会に属す。1962年から1963年に市の南部に建設されたセイマルティン教会は2015年に世俗化された。オステローデ自由福音主義教会は1967年に設立されドイツ自由福音主義教会連合に属している。オステローデクリストス教会は 自由教会聖霊降臨協会連合に属している。ヘルツェベルク福音主義自由協会のオステローデの信者集会所はベストプロイセン通りにある。新首都派協会はインデアゲーレン通りにあり、ゲッティンゲン協会管区に属している。オステローデには2つのモスクがある。ミッリーヨルシュイスラム協会のファティーイコールモスクとトルコの第一部が運営するウルカミーである。 視聴者オステローデアムハルツ氏の市議会は34議席からなる。これは人口2万1人から2万5000人の自治体の議員定数である。34人の議員は5年ごとの住民による選挙で選出される。市議会ではこの他に市長のクラウス・ベッカーが投票権を有している。本市の市長は政治学、行政学の研究者で選挙まで教師を務めていた。 イエンス・アウガートである。2019年9月15日の選挙で彼は57.86%の票を獲得した。この選挙の投票率は47.66%であった。彼は2019年11月1日に市長に就任した。ズンガラ、金色のクローバー型の境界線で金字と赤字に上下に分割。境界線の上に2本の青い塔。向かって、 左は赤いドーム型の屋根、向かって右は赤い戦闘型の屋根をいただいている。両者の間に赤いクロスパティ。下部は左に向かって歩く青い爪とたを持つ金の獅子。解説、ノイスタットが建設された1238年頃に、この市場長は最初の印を用いた。17世紀の模写には右を向いたベストファーレンの獅子が、 唯一の遺装として描かれている。1234年にはすでに環状壁がとうと地面とで象徴されて描かれている。十字架は守護聖人の先霊者聖ヨハネマルクト教会あるいは商標として描かれた。19世紀には冠をいただいた王の文字が描かれた獅子の盾、塔と十字架が紋章に付け加えられた。 オステローデ・アムハルツの古い紋章17世紀から1914年までは以下で記述される別の紋章を用いていた。図柄、赤字。上半分に青い舌と爪を持つアユムシシ。下半分に金の冠をつけた銀の文字、O <う>。オステローデ・アムハルツは以下の都市と姉妹都市関係にある騎士館の博物館は中世から現代に至るオステローデの歴史に関する 物品や文章収集、展示している。詩子及び地域史の常設展示の他に、様々なテーマの特別展示が定期的になされている。ガルゲントをオステローデアムハルツ周辺には、ドルステとフェルステの間にある、リヒテンシュタイン城や、アルテブルクを、はじめ、数多くの城市がある。オステローデの南西に位置するユールダーベルクに、中世の監視塔ガルゲントが立っている。 本市で最も重要な建築の一つが、1719年から1722年に建造された穀物倉庫である。もともとは、オーバーハルスの採掘現場に穀物を供給するために用いられていたが、現在は大規模な修復を経て、視聴者として利用されている。この他の建造物には、1960年代まで、食腐会社の本社であったオイレンブルクがある。 2004年までオステローデにはロンメル兵舎があった。ここにはドイツ防衛軍の第12総攻的弾兵大隊と1972年から1993年までは通信連隊のセクタシーも駐屯していた。この広大な兵舎の敷地は民間投資家によって購入されたが2016年現在空き地のままである。 ハルザー・ヘクセンシュティクの出発点を表す標識、オステローデは、ターレまで全長約 100km の遊歩道、ハルザー・ヘクセンシュティクの起点である。オステローデには、サッカークラブ VFR オステローデ08のホームタウンである。このクラブの第一チームは、クライスクラッセ2部に属している。また、オステローデには、ブラウンシュバイク NFV 別力の別力3が4部に、 所属するトルコ人サッカークラブ FC のストルクシュポールがある。タスポラスフェルデペータースヒュッテカッツェンシュタインも別力スリーが4部でプレーしている。HSG オステローデハルツの女子チームはレギオンスオーバーリーガでプレーしている。多くの連邦道がオステローデを通っている。アウトバーン仕様に拡充された連邦道 B243 号線は西ハルツと 南ハルツとを結んでいる。この道路を通ってエアフルト方面から北、ドイツへの往来が可能である。B241 号線はゾリングとハルツとを結んでおり、市内では4車線となっている。さらにアルテナウを経由してゴスラーに至る別ルートの B498 号線はオステローで起点としている。オステローでは鉄道ヘルツベルク税前線沿いに位置している。 2004年11月にこの町は約100万ユーロを費やして2つの新しい駅を建設した。この駅はそれまでの駅から置き換えられた。一方は中心部に位置することから近郊旅客交通の質の改善に寄与し、もう一方の駅は職業訓練学校の近くに位置している。かつてのオステローデ駅とオステローデ南駅は解体された。新しい駅は バス停と同じような待合室があるだけで、自動券売機の他に、長度は何もない。旧貨物駅は、モスクとして利用されているが、旧オステローデ駅は、空き家で老朽化している。オステローデ周辺の路線バスは、南ニーダーザク線交通連盟の、ブラウンシュバイク地域バス GMBH によって、運営されている。鉄道の近郊交通も VSN に属している。 狂気鉄道をステローでクライエン前線は1967年に廃止された。本市に本社を置く会社としては、ハルツエネルギー、カマックス、ピラー、およびハルツバーザーベルクシテッテンもある。ルイーゼフレイベルこれらの文献は翻訳元である、ドイツ語版に挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。